はい、どうもラスです。今回はパソコンのね、ディスク容量、どこで食っているのかっていうのがわからないときにですね、ディスク容量を、解析するツールをですね、使ってみて、どこを削除したらいいんだろうっていう悩みをですね、解決していこうかなと思います。ってことでですね、Google でディスク容量解析っていうので、検索してですね、この DiskInfo ってやつですね、この窓の森ってところから DiskInfo の64ビット版っていうのがダウンロードできるので、これをね、インストールしてみたいと思います。クリックしてインストールしてみます。はい。ダウンロードした ZIP ファイルをですね、解凍してですね、DiskInfo3exe ってやつをですね、クリックすると、こんな感じでですね、DiskInfo っていうソフトが起動します。左上のファイルから、解析っていうのを押してですね、で、自分 C ドライブと、D ドライブがあるんですが、C ドライブを解析してみましょうか。ここで C を選んで、OK を押してみたいと思います。そうするとなんか処理が始まるので、待ってみたいと思います。めちゃくちゃね、ファイル数あるので、ちょっとね、時間かかるのかなと思います。解析が、終わりました。終わったらですね、こんな画面が出てきてですね、ここのグラフっていうところを着目してほしいんですけれども、私のね、この C ドライブですね。C ドライブの、このディスクの占有率の内訳ですね。私の方を見ていただくと、でグラフっていうのを押すと容量が大きい順にこの上から順にね、並べ替えれるので、これをね、使ってみてください。で、僕の場合ですとですね、このユーザーズっていうのが、ほぼね、70% ぐらいで、あと Windows。これ Windows っていうのは、Windows のそのシステムで持っている領域なので、ここはね、削除することが、できないですね。あと、プログラムファイルズっていうのは、いろんなアプリケーションのインストールするフォルダーですね。なので、私の場合ですね、このユーザーズの下を、見ていってね、データを削除する項目がないかっていうのを判断していけばいいかなと思います。ここね、フォルダーをダブルクリックすると、さらにね、階層をたどれるようになってます。で、自分ね、このユーザーの名前ラスなので、ここでね、もう 100% 使ってますと。さっきの 70% のうちの、下、ここ 100% なんで、70% 全部がね、ここにあるというような感じで。で、ラスの下行くと、このビデオズってところにね、85% ですね。このキャッシュクリップっていうのがあるんですね。で、私の場合ですね、動画編集とかをしていて、この動画編集する際のキャッシュ情報っていうのが、あるようで、これがね、119ギガとか、あるみたいなんで、自分のね、ディスク容量を空けたい場合は、このキャッシュ情報を削除すれば、ディスクね、100ギガぐらい削減できるというような見方に、なります。このフォルダーをですね、全部辿っていくと、最終的にはファイルに辿り着きます。で、このキャッシュ情報のファイル、これが 69GB あるので、これをね、削除して、ディスクの領域を確保したいと思います。こんな感じでですね、使っていけばいいかと思います。このね、左側のやつでも、この C ドライブからですね、順番にフォルダを辿れるようになってますので、こっち側も使ってみて、検索してみるのもいいかと思います。っていう感じでですね、この DiskInfo を使いこなせばですね、削除するですね、ファイルとかを少しね、検索しやすくなると思いますので、皆さんね、これぜひ使ってみてですね、ディスクの領域を確保できるかどうかを試してみていただければいいかなと思います。ということでですね、今回は自分のね、パソコンのディスクの容量を解析してですね、どこのフォルダでですね、ディスクをいっぱい使っているのかっていう解析の仕方をご紹介させていただきました。私のチャンネルではですね、こういったパソコン関係の役に立つ動画を作っていっておりますので、皆さんね、気になる方おりましたらチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。